寒い。寒いっす。全部持っていく？うん。一応ね、今回は全部持っていきます。三脚はいらんよな。まあね。ほら、行こうか。行きましょう。まあ、もうレンズ出してるやん。早っ。8時開演で8時に来たのにめちゃめちゃ車おるな。一緒な。いや楽しみやな、梅撮影。うん。1枚ちょうだい。よし。はい。着いた。めっちゃ文書いちゃう。最高やな。やば。ヤコブスです。そして、はい、ということでですね、本日は我々三重県の鈴鹿の森庭園というね、この梅がね有名なスポットにやってまいりました。はい、でですね、こんな風にですね、めちゃくちゃね、もうでかすぎるくらいのね梅がね、何本も植えられてるっていうような庭園なんですけど、今日はですねここで写真を撮っていきたいと思います。はい、はい、ということでじゃあ行きましょう。早速ね写真を撮っていきたいんですけど、僕はですね今もう 20mm の広角レンズをつけて最初撮っていきたいと思います。はい、で高橋君は僕はね100円100の望遠レンズをつけて撮っていきます。はい、ということでじゃあ頑張りましょう。朝からイエイ。はい、今日めっちゃ青空。うん、もう快晴。もう快晴、雲一つない。最高やな、ほんまに。雲来たわ、ほんまに。ちょ、どれ撮ろう、最初。あれがいっちゃんでかいんじゃない？そう、これ。これかなり大きい。あ、でもこれでもいいけどね。ここら辺やったら何でもいいや。いいやん、太陽が今さ、まだ低いからさ、梅と被せて撮れる。ちょ、撮ろうかな。はい、ということでじゃあ、まず一つ目ね、僕20ミリいいスポット見つけたので、ここで撮っていきたいと思います。で、この梅をね、今から撮るんですけど、これ。今ですね、太陽がね、上がったばっかりであっちの方にね、いるんですよ。で、太陽の光に照らされて、こう影がね、こう僕の方にこうシャーっといい感じにね、影ができてて、これをですね、入れながら、これを縦構図で切り取っていきたいなと思います。設定はこんな感じで若干、明るめに撮ろうと思います。でマニュアルでね、基本的に今日は全て設定していきます。というのもその梅によってね、とか場所によって露出とか変わったりするんで、設定は各々マニュアルにね設定して、撮っていきたいなと思います。で今ねこれポイントはね F 値なんですよ。 F 値なんでこんなに絞ってるかっていうと、このレンズ今 20mm つけてるんですけど、このレンズですね、絞れば絞るほどね光防が出るんですよ。だから今からあのね太陽をこうこれねここ映すので、あの太陽が光防に、ね、なるように F 値を9まで絞ってね、こんな感じで撮っていきたいなと思います。こう全体を入れながら光防を入れて撮る。うめっちゃ軽い感じやで。うーん、で影を入れたいからさ、ちょっと上から撮る。下から煽って撮るのもいいねんけど、影をちょっと目立たせたいからちょっとだけ気持ち高めにから撮るっていうの。よし、じゃあ移動しよう。うん、ここ綺麗、ここ、これかわいいな。今ここにね、梅が垂れてるんですけど、これをメインにして撮っていきたいと思います。で今ここですね、後ろにねこう青空が見えてて、で奥にこのね梅の幹があってですね、結構背景が青で綺麗なので、ここを 20mm でこいつにだけピントを合わせて、あとはぼかしてね撮ってみたいと思います。綺麗じゃない？おお、いいね、青空。そう、背景青空。うん、よし。めっちゃズボン濡れた、最悪。
どんな感じ？まあまあ綺麗ですね。どこ狙ってんの？確かに望遠結構綺麗やな。花びらがなんか絨毯みたいになってるから、それを入れながら撮ると綺麗かも。はい、ということで撮り始めてからだいたい1時間ぐらい経ちました。イエーイ。どうでしょ、どんな感じ？いや、まあまあ、なんかもうすごい綺麗ね。なあ、俺基本的に広角で今撮ってたんやけど、めっちゃ綺麗。太陽がさ、低い位置にあるから、あのそれと梅を重ねて今撮れる時間帯なんで、うん、そうですね、確かに。そう、僕も望遠で撮ってるんですけどね、うん、もうその画面全体を梅で埋め尽くせるっていうね。背景も梅になるし、うん、そうそうそう、梅の今花びらがさ、こんな風にさ、そう、今すごい渋滞になってるから、これをね、前ボテとか、なんかそういう風に活かして撮るとめちゃめちゃ綺麗、ね、飽きないぜ飽きないぜもうすでに3周ぐらいしてるんですよね、庭園をちょっとレンズ変えながらで、まだまだ撮っていきたいなと思います。結構そんな人もいないですね。そうね、まだこの時間やったらね、うん、まあ平日に来てるっていうのもあってね、え、青空ですし、うん、青空が良かったね。昨日は、ね、曇りやったらしいからね。どん曇りやとちょっとやっぱ飛ぶもんね。そう、どん曇りやとね、後ろ飛ばれるとね、うん、やっぱ印象変わってくるんで、そうそうそう、背景の青さとかもね、うん、結構大事なんじゃないかなと思います、うん、青とか黒が生えてということで、続き頑張りましょう。頑張るぞ。まあ、僕70-200にね、付け替えたんですけど、うん、早速ね、ここめっちゃ綺麗なんですよ。今ですね、太陽があっちにあって、でこのね、木の幹のね、周りに花びらが散っててですね、で、影がいい感じにできてるんですよ。ここをちょっと望遠で、縦構図で撮ってみたいと思います。でですね、あの望遠でさ、あの撮るとき、うん、ピントなんですけど、うん、手前の、その垂れてる梅とかに合っちゃうことが多いんですよね。きちんとだから望遠で撮るときは木の幹にしっかりと合ってることを確認して撮った方がね、綺麗に映るんじゃないかなと思います、はい、というのもね、梅をね、こう前ボケと、まあ、後ろボケで入れて撮るんで、きちんと幹に合わせてですね、撮ることをね、望遠では今意識しております。ポン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 。我々はメジロちゃんを発見してしまいました。あ、メジロめっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。あれ、あの木。頑張れ。もうお前に任せた、メジロは。ということで、じゃあ、うん、出ましょう。お疲れっす。あー、疲れた。帰ってきた。いや、帰ってきたね。お疲れっす。おりーす。いやー、疲れた。うわー、疲れた。疲れっす。疲れっす。いやー、なかなか良かったな、ね、最高。はい、ということでですね、はい、鈴鹿の森庭園で梅の撮影を終えて、ただいま車に戻ってまいりました、お疲れ様でございました。疲れした。いやー、久しぶりでしたね、うん、2年ぶりぐらいかな、多分、う
そうですね。そう、去年は確か来てなくて、うん、今年また久しぶりに来たんですけど、今日はもう本当まさに満開、うん、本当に見頃な時期にね、今年は来れて本当にね、しかもめちゃめちゃ快晴、うん、超青空、本当雲一つないってこのことみたいな、うんうん、ね、本当ですね、本当に雲一つないぐらいの青空で、はい、梅を撮影することができてですね、本当にね、良かったかなと思います。まあ、今の時期はね、あの、うん、桜の前、ということで、まあ、梅が咲き誇っている時期なんですけれども、うん、まあ、関西にはですね、うん、鈴鹿の森庭園をはじめいろいろなね、本当さまざまな梅のスポットがあるので、ぜひですね、あのネットとかで調べてですね、うん、行ってみてください、はい、ということでですね、今日はこんな感じでね、動画を終わろうと思います。本日も皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。少しでもよかったら参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。おいったー。